観光センター前、完璧な圧接路。はい、今日はこれから小諸に向かうので直進ではなく右折で、立砂町方向へ向かいます。あら、路面見えてますね。しなくて日当たりがいいから溶けるの早いんだ。右手が立砂第二牧場なのかな。で、ここが天境峠っていうのかな。で、もうちょっと下ると浅間が見えてくると。ここは林なので圧雪がそのまま残ってますね。凍ってるかな。あー、3枚見えました。大作平、広いですね。あー、猫岳の方も見えてますね。正面に浅間山、左右の除雪の雪壁はこちらの方が若干低い感じですかね。でも例年に比べればはるかに量は多いと思います。はい、スノーシェードをくぐります。あ、ここは歩くな。凍結防止のためにきましたが、ここの区間は圧雪がこれだけ残ってますね。今まで路面がずっと見えて走りやすい道でしたが、急に圧雪が。あ、でも左右の雪壁は随分低くなってますね。という集落まで降りてきました。ところどころ路面もドライな部分が出てきて、多分あとは日陰くらいしか雪が残ってないと思われます。42号へ出ました。ここら辺は本当に日陰の日の当たらないところしか雪は残ってないですね。道路には全くありません。